絵本。絵本、絵本、ピクチャーブックとは、その主たる内容外で描かれている書籍の一種。絵画、イラストレーションを主体とした書籍のうち、物語などテーマを設けて、文章を付与し、これを読ませるものである。絵物語とは似ている面がある。小回りがなされていない点などで漫画とは区別され、文章がなかったりストーリーの代わりに解説が付されていたりする点で、 画集、イラスト集とは否。な。幼児や児童向けの内容のものが多いが、大人が読んでも読み応えのあるものや、大人対象の絵本もある。幼児向けのものでは、幼児自身は、まだ十分に文字が読めないため、大人や年長者が物語を読み聞かせつつ、絵を眺めさせるという形態が、一般的である。これによって、言葉とイメージ、視覚から得た情景を関連付けさせ、 言葉の意味を学習する一種の家庭教育的な効果も期待されるが、より日常的な場では単に娯楽という側面が強い。また児童向けのものでは、絵本の文章は情景を示す物語ではあるが、絵の方から得られる副次的な情報が文章の説明を補足する性質も見られる。児童文学研究者のジョン・スティーブンスは、よくできていると思える絵本について、 言葉と絵との間に濃い違いを作り出して、さらにそれを利用する能力を持つことが重要だと述べいる。絵と文章を見比べて感じる違和感や矛盾が、緊張感を生み、読者の意識や視線を操作して、物語に引き込む仕掛けとして機能するような作品である。絵本は、その初期において、識字率の低い大衆に内容を理解させるという、性質も強かったと考えられる。 古都宗教の布教においては、説話や抽象的概念を絵図で示すことは、世界各地に、その類型が見ら、神話や伝説なども、絵図入りの書物の形で示されたものも数多い。平安時代の絵巻物を起源とし、室町時代の習い本、江戸時代の草草子と歴史を辿ることができる。また、公表し、教化グループによる、教化本、着物の柄見本のひな形本、 鑑賞用の画布、動植物図譜、参考に教す絵で本のように、江戸時代に出版された絵を主体とした本の総称のことを指して、絵本と呼んだ例もある。中でも特に、江戸時代の赤本が子供向けに作られた絵本と言える。また、教育的な要素の強いものとしては、中村祭による、訓亡髄が挙げられる。明治時代になって、欧米の印刷技術や絵本が入り、 現在のような絵本の形態になってきた。絵本は絵だけのものもあるが、基本的には絵と言葉によるコラボレーションであり、ページをめくるという行為が重視される。日本では一般に幼児向けの教育的なものを意図して制作されたものと捉えられているが、戦前からの絵雑誌である、子供の国、月刊、キンダーブックの幼稚園での普及による影響が、後目であり、戦前でも、 講談社の絵本など児童異常向けの絵本は存在していた。戦後、突般の絵本、突般の人形絵本、エンゼルブック人形絵本、毎日の人形絵本、月刊、子供の友などでは多くの欧米の童話が翻訳された。日本の民は昔話とともに、当時の幼児はどこの国の話とはあまり意識せずに読み聞かせしてもらう、あるいは一人で読む習慣が身についた。 独立行政法人、国立青少年教育振興機構は、絵本についての専門家、絵本専門誌の要請を行っている。絵本に触れることが、その後の読書習慣につながるとの考えに基づく。最古の教育絵本は、宗教改革の時代に、モラビアのボヘミア地方出身の教育者、ヨハンア・モスコメニウスが作ったとされる、世界図絵で、 今日の学習絵本の元祖と言われている。18世紀にイギリスで最初の児童書出版社ニューベリーによる出版物を経て、19世紀半ばにへと言葉を融合した現代絵本の形態が完成した。ヨーロッパでは幼児以上の年齢層も対象とし、純粋な娯楽を目的としたものもあるが、場合によっては多少エロティックな内容を含んだ、俗悪なものも存在する。 ヨーロッパでは日本ほど漫画が普及しておらず、日本の江戸時代における春画的なポジションも絵本が担っている。20世紀初めには言葉と絵の関係を効果的に機能させ、読者の理解を広く豊かにするため様々な手法が用いられた。この時期の作家としてビアトリックス・ポターアヤなどがいる。20世紀が進むにつれて言葉と絵の関係が明確で、 わかりやすい作品は少なくなり、読者の理解力を試され、自分で解釈するように求められる、曖昧な読語感を残す作品が増えていく。現代では、最初から大人をメインターゲットとした芸術性の高い絵本も制作されている。幼児や児童向けでも、大人が読むとその高等無形さから極めて超現実的な印象を受ける絵本というのも損するが、 その一方では物語に託された深い洞察やしさに大人が関心を示すケースというのも見られ、世代を超えて愛される絵本の中にはこういった良質な作品も見出される。心の機微に対する深い哲学を持ち作品に反映させていたり、また子供の感覚で見慣れた事物にも新鮮に感じさせる視点が存在していることを表しているという作品も見られる。 この中では、子供から大人まで巻き込んで、ブームを巻き起こすケースもある。100万回生きと猫のように深い感動を読者に与えた作品もあれば、ウォーリーを探せ、のように遊びを提供する、ゲームブック的な性質で愛好者を増やした作品も見られる。シリーズ化された作品では、ナインチェ・プラウス、日本ではミッフィーないし、ウサコちゃんという名前で知られるウサギや、 アンパンマンのように様々なメディアに展開されているものもあり、単に絵本という枠から飛び出し世界中で愛されているキャラクターも見られる。逆に既存のキャラクターを絵本化するケースもあり、アニメなどでも子供向け作品の中に絵本化され提供されている作品も見出される。読み聞かせは、まだ文字が読めない子供に、親が絵本を読んで聞かせる場合と、保育園、幼稚園、 小学校などで保護者が絵本を読んで聞かせる場合と図書館、書店で絵本を読んで聞かせる場合がある。いずれも子供の成長のためであるが、やり方、他の目的など少しずつ違う。写真を使ったり、写真を加工したりした書籍のほか、漫画を絵本風に仕立てることがある。出版側で絵本として販売する場合には、原画が手書きされた絵本との境界は付けにくい。 また漫画、モンスターに、作中作として登場した、絵本、名前のない怪物が、単行本特典や別館として刊行された例がある。絵本には、文学に対する、文学フリマ、導入し、主に漫画を中心とするに対する、コミックマーケットのような、大きな展示会、即売会の場が存在しない。絵本制作を行っている個人及び団体は、 発表の場として、広い意味でのアートイベントである、デザインフェスタ、創作、オリジナルのジャンルに限定した、同人誌即売会である、コミヤなどに出展したり、文学フリマ、コミックマーケットに出展する場合もある。また、インターネットの浸透に伴い、ピキシーフやピドバックス、パブといった CGM サイトへの発表も行われるようになった。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。